はい、どうも、山順です。見ていただけるように、とうとうですね、アンプとかを使っていたんですけども、ケンパーを買ってしまいました。非常に音が良くて、僕も今までね、ケンパーの方を買うか買わないか悩んでたんですけども、先日の楽器フェアでね、弾かせていただいて、もう音がほんとすごいなと思ったんで、ちょっとね、一週間考えた結果、思い切って買ってしまいました。で、こっちの方、パワーアンプ内蔵型の、ケンパーのラックタイプですね。と、こっちの方、もうリモートのペダルもね、同時に、奮発して買ってしまいましたんで、開封したいと思います。ベルさん、静かにしててね。静かにしててくださいよ。痛い痛い痛い。静かにしてろっての。オッケー、静かにしててね。ほい。はい、じゃあ、早速、開けてみたいと思います。興奮するね。おー、こんな感じ。おー、なんか説明書がすっごい分厚い。結構厚いですよ、これ説明書。これ分厚いな。で、ここは普通の電源ケーブルと、まあ、説明書、紙系の一式と本体だけかな。なんかすっごい緑のラメっぽい感じで、ちょっと扱い的には雑になっちゃうけど、こんな感じですね。おー、かっこいい。やっぱノブ変えたいね、早く。ノブは変えたい。なんでこんなかっこいいのに、このおもちゃっぽいんだろうな、ノブが。せめてここがね、アルミだったらと。ここは旗ノブに変えようと思っております。中に、何気に、これ、シールかな？ケンパーのシールとケンパーのピックが、なんかアンプの間に入ってますよね。何か取り付けようかな。そしたら、はい、ということでこちらが全体像ですね。やっぱラックはかっこいいな。これこいつはかっこいい。ラックアンプヘッドじゃなくてラックにして正解だったな。でこれが、本体の裏側。パワーアンプ内蔵なんで何でももうできるとは思うんですが、結構思った以上にシンプルですね。8、16オームができると。まあ、どっち突っ込んでもいいけど、容量は守ってくださいって感じかな。かっこいいな、シンプルだな。重さはね、意外とそんなに重くない。まあ、でも6キロぐらいあるみたいですね。じゃあ続いて、リモートの方もちょっと開けてみましょう。はい、こちらのね、リモートの方開けてみましょう。ちなみに、今回の動画も iPhone で撮影してます。iPhone4K30 フレームかな。よいしょ。薄い説明書ですね、リモートの。また逆だ。はい、こちらリモートですね。あ、一番下に専用のケーブル。え、これなんかランタン紙が入ってるんだけど、え、なんだこれは。ちょっと面白いな。キャノンみたいに、XLR とかキャノンみたいになってるわけじゃないんだね、これね。まんま、ランケーブルか。
これもちょっと自作しないとダメかな。長すぎそう、これは。ということで、リモートも開けてみましょう。はい、こちらでリモート開けてみました。スイッチの踏み心地は結構良さそうなんですよね、触った感じ。やっぱここでいろんなものの切り替えができるっていうので、まあ、普通のね、スイッチャー、ミリスイッチャーだったりとかで、良さげな気もしたんですけど、まあ、こいつの方がね、後々便利だということで、一緒に購入しちゃいました。で、気になるのは、何でもこういうところにフットスイッチをつけたがる、FAT 好きな私です。はい、FAT のフットスイッチのハット、トップハット、はい、FAT のトップハットね、つくかどうか。あ、全然入りますね。全然入るし、踏んだ時の干渉もない。うん。まあ、ただ文字、まあ、もう、あ、でも文字も見えますね。上から。LED がちょっと、遮られちゃうかな。うん、でも、いろんなとこに全部はまりますね。うん、ということで、これは後々トップハットもつけましょう。ということで、こちらがリモートの開封でした。はい、ということでね、全部開けてみました。結局内容的には、ケンパー本体には、説明書一冊、ケーブル、AC ケーブル、あとステッカーピックセットで、こちらのリモート側にはね、説明書と、この LAN 端子ですかね、ケンパーのリモート用の専用の、ケーブルがついておりました。ということで、簡単に開封動画をしてみました。今度ね、いろんなプロファイリングとかをね、自分でちょっとやってみたいなとも思いますので、ボグナーの、エクスタシーのプロファイリング、あと、51503のプロファイリングで、ケンタウルスとかいろんな組み合わせとかでね、音が出せて、音がね、プロファイリングできればいいなと思っております。それでは、今後何かしら期待していただければと思います。それでは、山順でした。また次の動画、見ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。